はい。本当に。潮が結構荒いね、ぐちゃぐちゃあるし。お、船出てる、いっぱい。だから波があるんで、ここに退院してるんですよ。安全な地。もう手前で釣れる気はせんもんね。せめて向こう側。メバルとかですか。こっちで釣れるやついい。あ、ここで。やっぱりやってると本当に10メートル前に出たいと思います。結局じゃん。これなんかさ、飯とか売ってやればいいのね。うん、コンビニでもさ。コンビニ？あ、すごい簡単に駐車できるんですね、これ。うん。で、いいじゃないですか、駐車場。そうそう、ここ人気スポットですよ、ドライブに。めちゃくちゃいい。世界遺産です。来たことないですよ。もう初めてですね、うん。外からはずっと何回も見てますけど。よいしょ。よいしょ。いやいいな。のどか。海藻が邪魔。船のロープなのかな、これ結構。ねえ、ちょっと速攻で引っかかりそうな気はするけど。水はそこそこ綺麗。でもなんかいる感じないですよね。でもあそこで海鳥がなんかしきりに海面に着水しては。飛んで着水しては飛んでやってるから、あの辺なんかちっちゃいのいるのかもしれないですよ。ああ、なんかそれナブラじゃない？ほら、そうだよね、ナブラだ。イワシだ、ちっちゃいな。でもなんかテンション上がりますね。ってことはでしょ？めっちゃいるじゃん。めっちゃナブラじゃんこれ。近いよ、しかも。これはナブラでもテンション上がってますよ。全然なんかやる気ないさそうだけど。海外とか、あと、例えば大阪とか東京から船でここまで来るんですよ。で、あの、なんていうかな、通関するじゃないですか。うん、通関とかをするところがこの建物なんですよ。だからパスポートとか、役所っすよ。クリア。いや、でもこの石畳とかいい感じですね。ね。アコウ、アコウっていう木らしいですよ。なんかついつい魚の方を。雰囲気いいですよね。
1887年。あ、これどうなんだろうね。物流の船なんかな、これ。どっちかというと。明治日本の産業革命遺産。ミスの西港。いいんですか。普通に俺らただ釣りの途中の休憩だけど。みんな観光で来るところですよね。ここを目的として来る人もいっぱいいるってことですよね。西港結構いいのにさ、ちょっと軽視されがちよね。なんかこれっていうのはないもんね。こんにちは。釣れてます。あ、びゃ。釣れます？なんか。あ、本当。これ何狙いなんですか？あ、私は最初はダラゴンとかあの、なんていうか、魚中けど何にも来た。今イワシがいっぱい飛んでて。ねえ、すごい飛んでて。あの、ルアーならいいかもねって若い人たちが。ああ。イソメだ。今東港に行ったら。うん、餌も取り物なんだった。ああ、そう。こっちが今日イワシ入ってる。ほらほら、イワシ、イワシ。本当だ。これな、何がいるんですかね、イワシの下。何いると思います？いるかな。おお、生きてる、生きてる。イワシいっぱい。これイワシ。10センチぐらいだね。いや、見えない。ブスさん、こんにちは。どうですか？釣れません。釣れない。何狙い？全然釣れない。磯目で寝魚か。そうですね。ああ。これ。上がりがひどいんですよ。ああ。ちょっと油断するとですね。今だったら何が釣れます？アラカブ。アラカブですね。うん。アラカブ、フグ。あ、そう。フグ。はい。今これ入ってるイワシは下何回いるですかね。イワシ。おかしくないんですけど、ああいう小魚がいるところには、はい。なんか要するにこうイワシを食べる。うん。上手な人はここでチヌを釣る。ああ、チヌか。なるほどね。あたりなんかはここであんまり釣れないんですけど。うん。はい。はい、本当に超高級魚。もうだけ刺身は 2,30 人分ぐらい。幸せ。そういうのを体験しちゃうとやめられないですね。そうですね。11月もですね、はい、西東港から船に乗って、はい、あの西島の先のところに海釣り行ったんですけど、はいはい、30分以内にですね、はい、54センチと50センチの高級。マグロです。本当にマグロです。それじゃ頑張ってください。どうも。全員ナンパして片っ端から聞いていくのが一番いいですよね。それ俺がやったやつ。年配の人はみんな磯目でですね。手前側が浅いけんさ、なんかオキアミで釣るイメージないよね。あ、確かに。磯目最強ですね。気持ち悪いっていう。そう
あと油断したら噛みますからね。ああ、噛むと。しかもちょっと気持ちいいですね。あ、ここは砂だな。ここ砂。砂砂利か。うん。やっぱり話聞くと、うん、荒かぶ狙いっていう、うん、その俺らが船に乗ると雑魚扱いしているものがここでは至極になっているっていう。30センチの荒かぶなんか釣れた日にはって感じですよね。よし、浮かせを練習しようか。浮かせて、それ昭和でやるやつですよね。ああいう椅子、あの、そうそうそう、椅子で、うん、あれ片付けとかめんどくさそう全部洗わなきゃそうそうそう